高身長イケメンは全員右奥歯だけで生活しろ。送信と。あ、すいません、回ってました。今回ですね、視聴者のコーデ勝手にレビューしてみた。よいしょー。ということで、今回は視聴者参加型の企画をやっていこうと思います。僕がストーリーと YouTube のコミュニティでこのように参加を募った視聴者さんのコーデをこうレビューしていくっていう企画ですが、募集をしてみたところ、なんと50コーデ以上送っていただきました。本当にありがとうございます。今回はまあ恐縮ですが、そこで送っていただいたコーディネートを、まあ、僕なりに勝手にこう解釈して、これかっこいいですねとか、これかっこいいけどもう一個こうやったらさらにかっこよくなるんじゃないかというねテーマで話していきます。まあ、主に僕は女子受けと、あとは低身長でも身長を盛れているかという目線で話していきますので、この動画を見ていただければ、同じような低身長男性のたくさんのスナップ、たくさんのコーディネートを見ていただきますので、もうめちゃくちゃ参考になると思います。ぜひ最後までご覧ください。では本編参りましょうか。せーの、領域展開じゃじゃん。ということで早速いきましょう。今回ですね、たくさんのコーデをいただきすぎてもう誰が誰かわからなくなったんで、全員こう顔は隠してやっていこうと思います。では1コーデ目、こちらチェックシャツとクロスラックスと革靴を合わせたコーデですね。いいですね、かっこいいです。これなんかめっちゃむずいな。かっこいいですよ、これ。かっこいい、特に僕下半身好きですね。革靴とスラックスっていう、まあ、黒い靴と黒いパンツを合わせることで足のこう切り目がわからなくなって、足がね長く見えるという効果があるんですよね。チャイプラスでこのチェックシャツがアクセントになっていて、かつこう色調は渋くてですね、これめっちゃ可愛いですね。チェックシャツはこれユニクロ U かな、ユニクロ U で僕が買ったチェックシャツも同じような色にをしていますので、ぜひ皆さん真似してみてください。これはねかっこいいし、しかも結構この人ガタイゴツいんですよね。でヒゲも生やしてメガネもしていて、でヘアスタイルも結構こうきつめのパーマで、結構なんか古着っぽくてかっこいい着こなしやなと思いますね。で実際革靴とか結構こう使い込まれていてすげえかっこいいし、非常にこうかっこよくて参考になるようなコーデでした。で一応首元にもね、シルバーのチェーンネックレスみたいな、これあれかメガネのあの垂らすやつか名前出てこんけど、メガネのね垂らすやつをつけてますね。おしゃれです、かわいいですね。はい、でお次はこの方ですね。エコのスタンプをつけていましたが、全身黒いコーデです。この方はですね、靴が、まあ、プレーン2で結構厚底やなっていう印象ですね。で黒ソックスに黒スラックスでまして、すげえ足が長く見えてますね。でカバンに、レザーのトートバッグ持ってきて、これグローバルバッグかな、レザートートの、黒シャツと、これ多分プラス J のシャツかな、合わせて全体的にブラックで細めのシルエットで合わせております。なのでまあわからんけど、多分この方も 僕たちと同じように身長がちっちゃめなんかもしれへんけども、こう黒で合わせることによってスタイルめっちゃよく見えて身長高く見えてますね。あと手切れ、すごい手切れです。女子かなこれ、まあ、女子やったらぜひですね、僕の LINE 教えるんで交換しましょうってことですね。はい、で失礼か、ごめんなさい。で、この靴ですね、靴で結構ねこれ身長持ってますね。僕はまあインソールのプロなんでわかるんですけど、多分これインソールが入ってますね。ただ身長かなり漏れてるんで、ほんまにこうパトミはもう女子受けって感じのコーデでめっちゃいいと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。でお次こちらですね、かっこいいですね。うん、まあスウェットとパンツとスニーカーというね、まあストリートやけども、多分この方も僕と同じで身長が低めなんですよね。で身長低めの方ってストリートが似合いにくい傾向にあるんですが、これはねスタイルアップのポイントが何個かあって、まずパンツと靴の間にロールアップしてクッションがたまらんようにストーンと落ちるように着られているんですよね。でこのことによってストーンとシルエットが落ちてるんで足がスラッと見えるんですよね。それで結構ストリート寄りのファッションだけどもスタイルがよく見えております。はい、で次にですね、ここの腕まくりですね。腕まくりをすることによって、人間ってこう手首と足首が一番体のパーツで細いじゃないですか。で細いパーツを見ると全体的にこうキュッと一段階細く引き締まった印象に見えますので、それでよりこうスタイルがよく向いてるんかなと思います。はい、でしっかり首周りにもアクセントを持ってきていて、でこのチェーンのネックレスはですね、まあストリートやともっとこうゴールドとかいかつめのやつも作れんねんけども、これ結構華奢な細身のシルバーにしてることによってこうギリギリのバランスを保っていますね。うん、でプラスで時計が結構切り目ものをつけていますので、これでも結構バランスを取ってるなという印象です。でプラスで今
流行りのニューエラのキャップをかぶってですね、まあトレンドをちょっと綺麗めに、ストリートという自分の好きなジャンルを自分の体型とか今のトレンドと見ながら合わされている素敵なコーデやなと思いました。結構色合わせも持っていまして、このキャップの黒とリュックの黒を合わせて、まあ黒を入れて引き締めていまして、プラスここのキャップの白とスニーカーの白で色をこう拾っていまして、プラスですね、ここのスウェットのロゴのグリーンとパンツのグリーンで色を合わせておりますと。でなんならこうスウェットのロゴの縁が白なんで、そこでも白を入れていると、まあ、白を入れることによって一気に清潔感増しますし、で黒で引き締めてるんでストレートだけどもどこかこう切り目な印象に見える、そんな素敵なコーデでした。でお次こちらですね、はい、この方は結構ダブルのライダースが好きで、それをなんとかこう今風に閉じ込めへんかってことで組んだコーデだそうです。で靴がマーチンで、スラックスが今トレンドのカラーパンツを合わせて、ここにロング丈のシャツにレザーを合わせね、で5つ目チェーンネックレスに、カンゴールの帽子でございます。まあこのコーデは結構なんかこうロッカーっぽいですよね。音楽好きの方とか、あとは古着とか好きな方に、刺さりそうなコーデですね。まあ、いかつめな印象のレザーライダースを結構まあ切れ目にいい感じに合わされてるなという印象です。はい、まあ4年ぐらい前のスーパービーバーのボーカルの人にちょっと似てますね。服装は分かんないけどそんな気がします。まあ、身長を高く見せるっていうテクニックでは、このショート丈のアウターとロング丈のシャツを合わせることによって、多分本場のこの人の腰ってもうちょい低いと思うねんけど、まあ勝手にごめん勝手に決めつけるけど低いと思うねんけど、このレザーのブルゾンの着丈とシャツの着丈が違うことによって、本場の着丈トロヘみたいな勝手に錯覚を起こすんですよね。本場の着丈はなんかもうこのパンツの始まりのへそぐらいなんかなみたいな、なんかね、ほんまに足を長く見せる上でこのテクニックは非常に使えますね。はい、でかめのネックレスを持ってくることによって小顔効果も出していますので、非常にこう考えられているコーデやなと思います。はい、結構体格もごついんで、ほんまにこううまいことをこなしてるなって思いました。はい、ただまあ女子からの好き嫌いは分かれると思うんで、同じような古着系の女子とかとデートする際はこのコーデ最高だと思いますね。はい、じゃあ次にこちらですね。これはモテるな、モテるわ、絶対浮気してるやんまあ偏見ですけども、まあ、絶対浮気されているコーデです。ここですね、デニムとシャツのコーデで、僕もこれは好きっすね。で靴が、コンバースを合わせていまして、でカバンがですね、ビューティフルピープルのトートバッグのカーキで、太デニムにちょっと大きめのシャツにアップルウォッチですね。これはねモテます。はい、で多分この人もね低身長なんですけども、まあ、絶対に外さないコーデなんで、これは、ね、皆さん真似してほしいですね。デートに行く際とか第一印象こうなんかどっちかすると好きって思われたい、そんな時に大活躍するコーデですね。はい、これはね言うことないですね、うん、絶対、まあ、モテるもん。まあ、一個言うとしたら、ここの袖まくりが結構これ6分ぐらいまで来てるんだけども、もうちょい下ろして7分8分、まあ、8分ぐらいまで下ろした方が全体的なこの緩いシルエットにはまってくると思うんで、それだけもうちょい長めに取ったら女子受けえぐみちゃうと思います。はい、ぜひ真似してみてください。で色合わせもですね、この白シャツとコンバースの白で色を拾っていますし、でアプローチの黒とコンバースの黒で絶対を引き締めて、絶対的な相性のいいホワイトネイビーで合わせていると、非常に秀逸なコーデで僕も大好きでした。はい、大好きです。はい、でまだ半分ぐらいですが、ちょっと長くなりすぎたんで、また次回に持ち越します。ぜひですね、後半もまたご覧ください。でこのチャンネルはこのように低身長男性が低コストで最短でかっこよくなる方法を発信しております。ぜひですね、参考になったって方はチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。本当にご応募いただいた皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで僕の活動が成り立っています。ではまたお会いしましょう。以上、アリベッテルチ。